ネットでも話題のこの質問。ジョジョの奇妙な冒険第20巻に描かれたこのシーン、実はジョジョの奇妙な冒険にはあの忌まわしい911事件が起こる11年も前にそれを予言するかのような絵が描かれていたのだ。1990年第3部作品に登場したボインゴ、彼のスタンド能力は漫画を通して未来を予知するというもの。911事件の11年前、このスタンドが予知したのがこちら。背景には不気味に笑う飛行機、そして死んでいる人の胸には911の文字。これは911事件を予言していたのか。荒木先生、果たしてその真相とは。これ第3部でウィンゴボインゴが使う。そう。なぜ？僕もびっくりした、あれ。なんで変えたのか分かんない、意味が。911とはっきり書かれていらっしゃいますよね。飛行機が笑って、電柱に突っ込んで、笑ってるかどうか分かんないけど、もう先生、もう無意識のうちに書かれたというか、なんだろうね、なんで書いたか覚えてないですよね。ただあの話、ストーリーのあれと一緒に書いてるんですけど、何のデザインなのかなと思って。911としか見えないですよね。怖いよね。無意識のうちに予言していたのかもしれない。あの、読者からの反応で気づかれましたか、それとも。いや、最近です。最近、つい何ヶ月か前に、そういうことを言われてるよって言われて、みたいな、驚かれて、驚きました。不思議です。何のデザインかずっと考えたんだけどよく分かんないですよね。でも多分偶然ですよ。偶然ですか、偶然であんなにはっきりと。いや、予言するスタンドも持たれているんですね。あの、手肌にするスタンドと予言するスタンドと。はい、ありがとうございます。これもちょっと怖いですよね。これ確かに不思議だよね。続いての質問は空城丈太郎のスタンドから。それは、ほら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 、最強のスタンド、スタープラチナザワールドを倒す方法を教えてくださいというもの。スタープラチナザワールドとは、ショコタンが憧れる空城丈太郎が発動するスタンドで、数秒間時を止めることができるという、まさにジョジョ史上最強のスタンド。そんな強敵、一体どうしたら倒せるのだろうか。荒木先生、その答えとは。これ、すいませんね、ザワールドだから、丈太郎か、だからショコタンと丈太郎の子供しか倒せないんですよ。子供産んでいいんですね、先生。丈太郎君と翔子の子供が生まれて、でスタープラチナザワールド、丈太郎様をフルボッコにできるということですね。うわー、たまらん。どうなっちゃうんでしょうね。そうですね、ないでしょうね、これね。これ、いや、丈太郎様と私の子供が、でも、そう、能力としたらどんな能力なのかってことでしょ。そうですね。時を動かす能力しかないんじゃないのかな。時を動かす能力、時を司る能力、能力かな。最強ですね。答えは、丈太郎の子供が時を司るスタンドで父丈太郎をフルボッコ。ショコタンから荒木先生にプライベートクエスチョン。カラーのイラストを描くときに一番気を使うところは、色の組み合わせですね。はい、色の組み合わせ。隣に何の色を置くか。好きな色はね、グリーンの、モスグリーンに白混ぜたやつ。モスグリーンに白混ぜたやつ、モスグリーンってちょっとくすんだ緑にちょっと白を混ぜるとね、なんかいい感じなんですよ。これでも、あの、書かれた時と印刷で出た時とがなんか難しそうですけど。そうですね、それだけだとやっぱりちょっとね、だから隣に何を置くかっていうのを考えるんですよ。色の配置とか。あ、そうですね。で、小さい頃に一番絵を描くときに描いていたものって何ですか。似顔絵とかですか。似顔絵とかです。似顔絵はね、花形満とかよく描いてた。花形満。あ、知ってる、巨人の星の。はい、巨人の星の。あれとか。はい、あと、あの、矢吹城の、僕、梶原一騎って原作者の漫画大好きで、矢吹城の髪型が、前から見たときと左から見たときと右から見たときの、どうなんのかなみたいな。いろんな角度で。こうとか。子供はね、単純にこう横側の像を描いてしまうけれども。そう。やっぱりちょっと違った視点をお持ちでいらっしゃるんですね。そういうの描いてました。さらにさらに、超個人的な質問をぶつけちゃいました。荒木先生の好きな女性のタイプは
既婚者でいらっしゃるんですけれども女性のタイプですか、はい、うん、なんかいろいろ言うと問題あるかもしれないからちょっと奥様もね、聞いてらっしゃいますね。奥さんみたいな人なのかな。奥さんみたいな人は素晴らしいお答えでらっしゃいます。奥さんのどこが一番好きですか。あ、なんかね、うん、まあ会うと分かるけどちょっとギャグとかが好きなんですよ。ギャグ、うん、しょっちゅう言ってるよ。ギャグをしょっちゅう言う奥さんですか。ショコタンのやつとギザなんとかとか。え、ギザおっしゃるんですか。なんとで僕がそれをギザおはゆうすって言ったら、はい、使い方が違うって言われて訂正だったよね。違います。ギザおはゆうすおはゆうすとか奥様がさらに正しく使ってそうそうそう、そういう人。そしてここでついにショコタンと荒木先生が作品作りに挑戦。荒木先生からの一言は。ショコタン絵うまいからね。いやいやいや、ちょっと目前がしてきました。